もっと腕にシルバー。どうも、ウルザベダノです。スンでーす。オキでーす。ユルです。もっと腕にシルバー巻くとかさ。というわけで皆さん、しめじというアプリをご存知でしょうか。使ってます。しめじというのはキーボードアプリの一種で、自分好みの、まあ、テクスチャのキーボードを使えたり、背景とかも自分で変えることもできるし、予測変換とかも自分で登録することができるというとても便利なアプリになっております。お前読んでよかった。すごっ、まあ、しめじというアプリがどういう風な、どのようなアプリかっていうので、まず皆さんに、ちょっとお教えしたいなということで、まあ、というわけで今じゃあこんな感じのね、画面が出てくるんですけども、顔文字とかがね、入ってますよね。これどこが顔文字なの？どこが顔文字出てくる？ここっすね。あ、これね。はい。はい、こんな感じで、まあ、なんか笑いとかね、激しい、かわいい、黙れ、特殊みたいな、まあいろんなジャンルのね、顔文字が、ね、あるわけなんですよ、しめじというわけで、ね。こんなん自分で打つの大変ですもんね。そうなんですよ。まあでも今回はですね、ここにね、大量の顔文字とかいろいろたくさんあるわけなんですけども、まあ、我々自身で未知の顔文字を作ろう選手権。まあ、むずない、むずない。まあ、今回はまこくんがですねまあ、お題を出していただきます。なんかあるシチュエーション下においての適切であろう顔文字を僕らが今から作るんで、まず顔文字に使うのめっちゃむずいかな。この4人の中からあの一番その適してるなっていうのを選んで、それがまあ顔文字ポイント1ということで、では1問目、はい、シチュエーションは、はい、短大の二次試験で、あ、この問題わかんねえってなった時の僕の表情。もうできました。はいよ、はいよ、マジで。まこさん絶対こういう表情しがちなんで。特にね、まこさんのことまだよく知らないんですよね。本名は？キムさんから。はい。右からちょっと。はい。教えてください。はい。こちらです。はい。あー、なんか一番スタンダードなんですよね。はいはいはい。これ大カッコだもん、これ。いや、ここ言ってるっすね。まこさんっぽいかなと思って。あー、なんか丸見えじゃない。あー、これなんかニコニコとかで見るなんか懐かしの感じですよね。確かに。では続きまして、はい、まこさんは多分分からない時もへっへっへって笑うんですよね。はい、どう、こんな感じです。ドン。顔笑って、リアリティ高すぎて。あるんすか、そのかもしれない。でもあるよ。いや、でもさ、しめじにこういう目とかあるよな。でもそういう目あるかもしれないですけど、それも似顔絵じゃないですか。ちょっとリアリティ高。では続きまして、僕はあれですよ、ある文字だけ作りました。こちらでございます。おっ、うまい、うまい、うまいな。上手。しめじを、うまい、笑ってるな、こいつ。刺さすな、刺さす、刺さす、刺さす。はい、では最後、はい、持っていく。僕はですね、まあ、花さんと一緒の感じですね。こちらです。でれん、でれん。あー、あー、まあまあ、きれい。キムさんと決めておいてる。で、ポイントはここ半角っていう。カタカナは半角。カタカナは半角っていう。右上に持ってくの結構むずいけどな。ということで、まあ、4つね。はい、はい、こんだけ。この中で、じゃあ、まこさんが、まあ、一番俺っぽいなって思うやつを、選んでください。一番、僕っぽいなと思ったのは、はい、花尾さんです。イエーイ。これは魔法王も変えてる。魔法王も変えてるから、そういうことか。はい、で次のまこちゃんに行きましょう。次のまこちゃん。お酒を飲んでベロンベロンになって上機嫌なまこ。あー、これはね、俺かけるよ、俺これかけるよ。いや、パーツは分かんだけど、どうパーツは分かる。結局ね、目と口と鼻にどのパーツを選ぶかっていうゲーム。やば、これ気持ち悪い。もう俺の顔文字に対して気持ち悪いって感じ。はい、できましたか。はい、OK です。では、いきましょうか。はい、じゃあ次は、じゃあキムさんからお願いします。はい、これはもうデフォルメしました。おぉ、そんなまこさんがデフォルメされちゃうなんて。こちらです。それ、アスキーアート。それ、これうまいな。2チャンネルとかでいいな、これ。ニコニコじゃないですか、こんな。これでも、登録されてたらみんなでも使いたい。そうです、使いたいと思いますよ、これ。はい、じゃ僕なんですけど、まこさん寄ったらなんか、ほやーってなると思うんですよね。はいはい。そのまこさんが、こちらです。でれん。おお、確かに。ちょっと斜めからここら辺の、でもこのちょっとした曲線の表現するのがちょっと悩んだそうなんですよ。では、スン選手。私、これまああれですね、まあ結構作りやすく、分かりやすい、簡単な絵文字ってのを作って、これですね。おお、これガラケーだ。
顔文字ってやっぱ基本こういうもんであるべきなんで、絵文字を使った顔文字っていう、こういうのが、有効的な部分も最近は見られるものでございますので。なるほど、素晴らしい。はい、では僕は、まこさん多分何も考えなくなると思うんですよ。脳天気、わーってなると思うんですよ。手間が作ったのはこちらです。もうね、これ作れそうやな。なんかもうただはしゃいでる、まこさん思考を放棄してる感じ、はい、もう何も考えてないですはい、では、はい、今回はですね、もう圧倒的にキムさんです。わー、まあ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 、それはそれは納得っちゃ納得だじゃん。夢がある。最終問題は、はい、10億系ポイントですかね。おぉ、10億 KP か。では最終問題、はい、しょうもない話をする天眼さんと、それに苦笑いするマコ、2人めんどくせえな。むずー。どうしよっかな。天眼さんのしょうもない話を聞いて苦笑いしているマコで。あー苦笑いむずいな、ピンとこんな。はい、では皆さんできたということで、挙手制で。はい、鈴選手。あ、私はね、やっぱり再現性といいね、まあ、作れる絵文字というのをね、まあ、モチーフにしてますので、そんな突飛な絵文字ではございませんが、ね、こちらでございます。おー、あー、昔のさ、ありそう、この花、この花、まあ、これの手、なんかまあ、定番の花だったな。そうです、よくあるな、それ、はい、まあ、無難な感じでございます、ね、はい、じゃあ僕、いいですか。じゃあ、あの、まっこさんの小笑いなんで、目までは笑ってないと。まあ僕とだから、すんの違いってのは主に目なんですけども、まあで、まっこさんは笑えば笑うほど次元が上がっていくと思ったんで、今回は笑ってないので、今回はまあ1次元の、まあ、点点です。いや違い目だけじゃないっていう点点で、いろいろ凝ってる、いろいろすごいです。いやそれなんか逆さまにしても顔文字ない、顔文字ないですよ。あ、でもこれ、乳首が見えた。おー、チキラウン。これはだから電眼さんだよね。それは、あー、すごい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 、それはすごいわっていう風にね、なりました、今。今急に変わりました。ベイマックス電眼さんだからな、確かに。はい、じゃあ次、じゃあ僕いきますね。僕は、愛想笑いするんだけど分かってないっていう表情を表しました。とりあえず、まあ笑っとこうかっていう時のマコさん、こちらです。デレン、デン。これ、実は、ちょ、公文書意識してる。そうなんですよ。ポリマーマコ。だから、これが、N ココ、プラナルゾン。すごいなぁ。そして、最後は、もう、電眼さんだけ笑ってるやつあるじゃないですか。あー。電眼さんだけ笑ってる。その時のマコさんなんですけど、こちらです。あー、一緒全てを通して古いっていう。ほんまに。全部、なんならこれ、そのまんまやな。風もついてたし、多分。ほんまに。まあまあ見たことあります。まあということでね、はい、じゃあどれがマコさんですか。あー、まあまあもうもはやもう直感ですね。直感です。はい、まあそうですね、一番感動した花尾さんで。まあまあまあこれ2つ書いてるっていうのはポイント高いです。確かに。いやー、もう一度しまったな。ひっくり返るの強いな。またそれに気づいてしまったっていう。じゃあ今回はじゃあ僕、マコーは、じゃあ僕ということで。マコーは、マコーは、企画変わった。マコーは俺ということで、じゃあ。はい。さっきのね、顔文字を、最初はそっきの登録しようっていう、あれですね。さっきの、じゃあ例えば、ちょっと簡単なやつで、これとかちょっと作ってみますか。あ、確かに。キムです。左上の、これね。これですね。で、ユーザー自主登録ってのがあるんですよ。これか。それですかね。ああ、それそれです。これでプラスやって、ちょっと作ってみましょうと。はい。まあなんかこんな感じでね、使いやすいようにこうカスタマイズして作ったりすることもできるということで、はい、はい、まあこんな感じで、まあマコッと打ったらね、この顔文字が出てくるみたいな、はい、そういう風な、使い方もできますと。はい、というわけで他にもですね、なんとしめじにはですね、なんかクラウド超変換、スタッフ超変換っていう、まあなんかすげえ機能がありまして、例えば多分おはようとか打ったら、こう、あ、ここにだからこういろんなね、おーすごい、なんかもう尋常では普通では考えられないような変換がいろいろ出てくる。何して遊ぶって言ったら、何して遊ぶのスタンプを。ええ、いや、それあ、それはそれ、あ、あ、そう、あ、それそれそれ、すげえ、遊ぼうって言ったらですね、こんな風に、それすごい、何これ、コピー済み、あ、有力なペーストしてみよう、それすごいですね。お、すげえ、すげえ、お、すげえ、ジフを送れる、すごいですね。で、まあこれがスタンプ超変換ってやつで、はい、まあおはようって言ったら
普通に顔文字で変えてくれる機能もあると、おはようみたいな、そういう機能があるという素晴らしいアプリでございます。これは知らなかったです。え、それできて無料ってことですか？フリーでございます。おー、フリー。え、スタンプとかだって買いますもんね。そうです。今や自分で作る時代、それもね、1秒足らずでというね。で、まあ、あとこの着せ替えね、このなんか顔文字、今ちょっと男4人の痛々しいプリクラかもしれないですけども、はい、なんかこのしめじ、キノコのとこから、まあ、着せ替えてとこで、まあ、こんな風にね、好きな画登録した画像に、まあ、変えることができるという、まあ、そんな機能もあるので、皆さんぜひ、しめじ使ってみてください。視聴者さんでも、あの、ここ、花尾さんの画像にしてる人よくいますよ。いますね。はい。キーボードを楽しくさせるというね、ことができますので、まあ、コミュニケーションツールとして皆さんぜひ使ってみてください。それでは、今日の声はここまでです。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。